ドープ頑張りです。スニーカーをホッスルホッスルということでね、はい、今回紹介するスニーカーはこちらです。ビーンビアーンボーガーということでね、はい、今回紹介するスニーカーはこちらです。はい、箱を見てもらったら分かると思いますがって言っても多分分かんないと思います。はい、まあ、誰も買ってないシリーズですね。はい、エアジョーダン10ですねのシアトルです。で、箱はね、多分ジョーダン11までかな、この箱だったんですよ。オリジナルが発売された時っておそらくね、まあ、最近のこうちょっとね、なんかいいところはね、スニーカーのこのジョーダンシリーズの箱がなんか時々このオリジナルの箱を再現してくれてる風味かもしれない運転なんじゃ。はい、サイズが US14 32cm です。ギャラリー2でね購入しました。それでは早速開けてみたいと思います。おー、ドープをドードービーンボカーンビヨーンということでね、はい、エアジョーダン10の、なんだ、サクラメントじゃなくてあれだ、シアトルです。僕がね、いつだろうな、小学校5年生の時に発売してました。で、俺のこうなんか小学校6年生ね、まあ1個上の先輩が、結構スニーカー好きな先輩がいて、でその人がなんかこれをジョーダン10を、まあジョーダン10ってこうなんか英語にすると X って書くじゃないですか。その1個上の先輩がジョーダン X が出た、ジョーダン X が出たっつってて、なんだジョーダン X ってと思って、X って思って、でもどうやらまたとジョーダン10っていうことに気づいて、当時ね、まあ、ジョーダン10が結構発売されて、真っ黒のやつとか、真っ黒というか、ま、真っ黒はなかったか、まあ、グレーのやつ、全部グレーのやつとかね、濃いめのグレーのやつとか、白に水色がちょろっと入ったやつとかね、で、白にグレーが入ったやつかな、3色ぐらい出てたのかな。で、多分だけど海外にしかこのカラーって出てなかったんですよ。で、ちなみに海外に出たのは、このシアトルってやつと、あと何年か前に出たシカゴとか、あと真っ黒にね紫が入ってたサクラメントカラーってやつと、あとねオーランドかな、オーランドっていうなんか黒に青のやつ、まあ、少し前に何ヶ月か前に発売されたやつ、黒に青のやつと、あとねニューヨーク、まあ、ニューヨークニックスカラーかな、確か。で、5色出てて。で、僕ね、シカゴがこれ発売された時って、まあ、最近ね、ここ何年 ?3 年ぐらい前に発売されたのかな、シカゴ。まあ、ちょっとわかんないけど。その時、ちょっとね、俺スニーカー離れてた時期だったんですよね。だから、あんま、あとね、買えないだろうっていうのも意識もあって、なんかね、あんまこう、なんだろうな、そう、買えなかった。てか、買ってなかった時期で。僕的にはね、このシアというか、まあ、シカゴ、あとサクラメントカラーが、ちょっとズバ抜けて欲しかったやつ、ジョーダン10の中で。で、もうシアトル出るんじゃんと思って、もうこれ行くしかないなと、ずっと欲しくて。で、スニーカーズで発売されたんですよ。で、スニーカーズで発売されたけど30センチまでしかなくて、で、あとね、なんだっけ、ナイキ原宿でも出たけど30センチまでで、で、その発売日当日、僕が最近イベントを、っていうかちっちゃいね、フリマとか、まあ、スニーカープレゼント1000円で売る企画の日発売日だったんですけど、でその、ね、イベント後、まあ、ギャラリー2電話したらたまたまサイズがあって、31は売り切れてますよ、32センチだったらありますっつって、よし、もう速攻で買いに行きました。そうですね、まあ、なんだろう、ジョーダン10だから、まあ、誰も食いつかないだろう風味なんじゃないかな。かでもこの都市シリーズって僕ら世代だったら、うわーっ、来たー、これやべえなって、都市シリーズのそのオリジナルってもう別格だったんですよ、その当時。だからそのシカゴと言われてるやつなんか当時10万円とかで取引されてたりとか、もうほんと都市シリーズのその4色5色はもうすごかった。国内では販売してなかったんだと思う。だから海外から引っ張ってきたのかわかんない、すげえプレネがついてた、この全体的に。すげえっつっても、まあその3万、4万、5万ぐらいだけど、シカゴだけズバ抜けて10万とかで売ってたりとか、まあ、お店によって参考商品とかつって、飾られてたやつで、あとアウトソールが、まあ一回というかね、履いて帰ってきたんで、一応汚れてますが、一応このアウトソール可愛いっすよね。ちなみにですけど、このね、シアトルは、あれですよ、皆さん知ってると思いますが、
スニーカーカスタム YouTuber のビッグクマさんが、最近ね、カスタムコンっていうのがね、原宿かなで行われてたんですけど、その時にこれビッグクマさんが履いてました。正規店で、自分の力で、その当時に買えるなかったやつが今買えてるって、この幸せというか素晴らしさ。なんか面白いのが、サイズ表記がね、こう内側に入ってるのがすげえ面白い。14って、まあ、US 表記なんですけど、入ってんすよ。まあ、32センチで。これがなんかね、オリジナルを再現してる風にかもしれない運転なんじゃないか。そのオリジナルは僕ね、ジョーダン10持ってないんで、わかんないけど、でもなんか、オリジナル感出してきてます。この10は。で、ジョーダン10はね、意外とね、こう、シュッとしてる。うん。狭いのかな。32センチでも別にそんな、でかいって感じがしなくて。まあ、ちょうどいいって、わけではないけど、でもなんか、意外と履けるんだっていう、ちょっとサイズ感ちっちゃめ風味かもしれない感が、ジョーダン X ではないですよ。なんか X って言ってた一個上の先輩だけど、X ではありません。どう転がるんだろうっていう面白さあったっつうね。都市シリーズで、当時すげえレアだったやつだから、すげえプレるのかなと見せかけて、逆に、なんかジョーダン1の OG とかが最近調子いいじゃないですか、ずっと。もう OG ばっかりみんな買うし、OG しか行かないじゃない。だから逆に俺このジョーダン10余るんじゃない風味感もあったから、だからどっちに転がるかなと思ったら、意外とね、売れてんのかな。スニーカーズとかでは完売だったり、微妙にね、ギャラリー2では並びがあったみたいですけど、多分まあ僕ら世代の人とかがちょっと、欲しかったやつだったんで、若い子にはまあ受けなかったのかなというか、そんな感じですかね。はい。ということで今回ジョーダン10のシアトル紹介いたしました。以上です。どうも。チャンネル登録よろしくお願いします。そして今回の動画がマジ鬼ドープだったんじゃないかなー感だったら、ぜひグッドボタンお願いします。以上です。どうも。